こんにちは、トーマです。今回はまずお助けです。はい、いきなりお助けです。お助け募集します。条件はいつも通りですね、チャンネル登録しているっていうのと、この動画に自分のキャラクターコードを書く、この2つで応募は完了です。まあいつもやってるからね。はい、で期間が7、8、2日間限定で、だから9日の動画ですね、9日の動画の最後に、抽選結果載せておきます。で募集人数が3名。ちょっとね、あの前回フレンド募集しちゃったから、フレンド枠がねあんまり空いてなくて、とりあえず3名。ただ今週末におそらく生配信すると思うので、まあそこでたくさんね、助けれたらなといった感じでございます。たくさんの応募お待ちしております。ってことでお助け募集も終わったという感じで、これちょっとねポイント多いからややこしいんやけど、サブアカです。ついにね、ついにサブアカも課金してしまったと。課金を解放してしまいましたね。まあもういいよっていうコメントもね、たくさんいただいて、まあ、今回おはじきだから、もしだよ、もしこの今超アップしてる重心力出てルシファー引けたり、あともしアーサーもね、まあ確率は 0.6 と低いけど、アーサーとか引ければこっちのアカウントでもね、あのお助けすることができるしね、まあ動画にすることもできるしね。はい、まあ毎回毎回イベントでね課金して引くっていうことはないと思うけど、まあまあこっちのアカウントももう開放でいいかなということで、100連いきたいと思います。まあ、ただあの出るまでとかはさすがにやらないからね、あの出るまでとかはやりません。もうこれ全て開けるでいい。もうちょっと赤ゼロ、はい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 、 OKOKOK、 早っ、10連ワンの早っ。で今回ちょっと動画で話してなかったんだけど、追加ガチャがあるみたいで、あの超覚醒アーサーかな、おそらく SSS のアーサー、これが来ますね。まあ多分9日かな、今引いてるガチャが、8日まで、8までだから、おそらく9日にガチャで久々やね、追加が来るといった感じかな。もう止まったら弾の可能性はなくなるね。まあ、ワンチャンアーサーだったら、おお、ちょっと一瞬アーサーかと思った。マナなんて入ってたっけ、 あれか、最初のガチャで低いやつか。いらねえ。いや、もうこっちは正直アーサーとあれでいいんだよ、アーサーだけでいいんだけどな。で追加ガチャは、覚えてる人いるか分かんないけど、いないれコラボの覚醒水神谷かな、覚醒水神谷があれだったよね、追加だったよ。だからおそらく、まあまあそれと同じ、うお、赤から玉。じゃあやっぱアーサーの話してたらいいの出たわ。そう、まあもういいんだが、もういいんだが、まあアーサー狙うか。ちょっと話してるんだが、だからあれですよ、そう、覚醒水神谷の時と同じ感じだと思う。で覚醒水神谷はめっちゃ特殊能力持ってたよね、あの両方おはじきで特殊能力持ってて、確かワイポイントアップも持ってたから、だから今回追加される超覚醒アーサーも口開けてるやつですね、これもまあ同じ感じになってくるんじゃないかなといった感じかな。だからイザナミに対してはもちろん特殊能力持ってるし、クシナダに対しても持ってるっていう最強のね、最強のおはじきキャラがまあ来るんじゃないかなと。まあ、だからちょっとね、まだ生配信やってなかったよね。いや、それ来てから生配信やった方がいっぱい助けれるやん。そうだよ。ちゃんと考えてんだよ、俺も。ちゃんと考えてんだよ。そう。まあ、これで超覚醒アーサー追加で来なかったら、もうさすがに笑うけどね。さすがに笑うけど、まあ、おそらく来るでしょう。時点にはなんか載ってないんかな、今回。その辺がよくわかんないけどね。これどうする？ガチャ。もう出たんだが。何連で出たっけ？ 20 連ぐらいで出たよね。もう超覚醒アーサーの話ないしな。スコアタのさ、スコアボーナスつくんかな、さすがにつかない、追加ガチャって。でもしそれでさ、つけばブルジョアを壊そうの回できるかもしれない。でもないか、どうせまた、なんか、ないか。ブルジョアをだって、ブルジョア。だってもしタップでデカプニ系の技だったとしても、結局ブルジョア使うからね。そう。でボーナスついたとしても結局そうだよ、結局ブルジョアの罠からは逃れることが、あれ、なんで俺こいつ持ってんの、え、これ
ガブリエルじゃないの。あ、そっか、引いた。あ、引いてたわ。あの、モンストコインの時か。あ、そっか、忘れてたわ。モンストコインの時になんか、通常ガチャっていうか、ガチャも単発で引いて、引いてたわ。あ、思い出したわ。思い出した、思い出した。あ、じゃあもう、あ、そっか。じゃあもうあれやん。じゃあもうアーサー出ればもう完璧やん。アーサー出て、次のガチャで超覚醒アーサー引ければ、もうこっちのアカウントもワンチャンいけるな。じゃあアーサー出ないかな。アーサー。あの、スコア対35以内やばいですよっていうコメントは、あの、受け付けてないからね。わかってるから。わかってるから。ちょ、マジ無理なんだよ。記念に取っとくまである。あ、じゃあ麺屋で引くのもあれか。そっか、これ記念で取っとけるのか。そうだ、うん、自分で言ってあれした。そうか、記念で取っとけばいいの。2個出たで。え、結構ゆるゆる。もしかしてこれ100連で2枚、2枚じゃないか、2玉。あと30連。ちょ、アーサー出てよ。ちょ、玉はもういいわ。アーサー出れば完璧なんだけど、ちょ、さすがに、でも、ルシファラだけでも、一人二人だったら助けることできるか。それでもいいんだけど。はい、ない。はい、ない。あと20連。あと30連？あと30連だった。じゃあ、まだいける。もう、いけないよ。もう。いない。あと20連で終わってまう。あと20連で終わってまう。あー、これで朝出れば完璧なんだけどな。さすがに欲張りすぎか。欲張りすぎか。でもガブリエル出たしな。ガブリエル出たし、謎にマナも出たからな。この流れで行きたいとこなんだけどな。さすがにないか。さすがに欲張りすぎか、それは。まだいる？ A ラン。いるんかい！もうせ。くそ、さすがに無理か。あー、ダメだな。あ、スクワタのコメント欄だったかな、何だったかちょっと忘れたけど、あの、このパーティーじゃダメなんですかっていうのあったけど、ブルジョア入れて、で、さらに、あの、超覚醒ガブリエルも入れるっていうパターン、これが最強なんじゃないんですかっていうコメントがあったけど、あのね、まあ、正直あんま変わんない。あの、俺がやったブルジョアのパーティーと、あの、ガブリエル入れるパーティー、そんな変わんない。だからやっぱりでも入れない方がいいかな。デカプニ1個減るしね。デカプニ系作るの。で、攻撃力アップ1体だとね、全然ダメージ出ないから。10万ちょっとぐらいしか出ないから、いくらボーナスつくとはいえ、うん、きついね。うん、だからやっぱ結局、モンストのキャラは、まあ、ない方がいいんじゃないかといった感じで、いい感じに話も終わって、ラスト1個は、さあ、まあいいんじゃない？まあまあ、ちょっと、これでお助けいける？まあ、ちょっと育てなきゃいけないけど、まあ一人二人ぐらいだったらいけるかな。まあそれより、それでもあれだよね。やらないよりはマシだよね。うん。謎に2個ゲットしたけど。はい、ってことでこんな感じで、謎に重心玉は2個出たということで、まあまたこっちのアカウントで、どうしよっかな。まあ生配信の時に詳しくまた話せたらなと思います。ってことで、超覚醒アーサー来るんでね、マイポイント少しでもね貯めておいた方がいいかなと思います。ってことでこんな感じで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。チョ。何かあるかもしれん。まだ早い。何かあるかもしれん。神回かもしれん。逆に。